ホセウリセス・ソリス・ペレスは、メキシコのプロボクサー。ハリスコ州グアダラハラ出身。元 IBF 世界、ライトフライ級王者、アーチーの愛称を持つ。元 WBA 世界、スーパーフェザー級暫定王者、ホルヘ・ソリスは実刑。2000年4月7日に18歳で、プロデビューする。無敗のまま2003年8月9日には、メキシコライトフライ級王座を獲得した。 同年10月24日には WBA、フェデセントロライトフライ級王座を獲得した。メキシコライトフライ級王座は3度防衛し、WBA フェデセントロライトフライ級王座は、防衛戦を行わず返上し、2004年7月30日に、世界タイトルマッチとして、ネルソン・ディーパーの持つ、WBO 世界ライトフライ級王座に挑戦するが、2から0の、 判定負けを喫し王座獲得に失敗した。その後、ノンタイトル戦を挟んで2005年6月17日に、IBF 世界ライトフライ級挑戦者決定戦に勝利して、2006年1月7日に、アメリカ合衆国、ニューヨークのマディソンスクエアガーデンで、ウィル・グリックスピーの持つ IBF 世界ライトフライ級王座に挑戦し12回判定で勝利して王座を獲得した。 2006年3月25日、元 WBC 世界、ライトフライ級王者のエリック・オルティスと対戦し、9回 TKO 勝利で、初防衛に成功した。2006年8月4日、15戦無敗のチャレンジャー・オマール・サラドと対戦するも、1から0のドロー判定で2度目の防衛に成功した。2007年1月25日、リカルド・ドロペスト対戦経験がある元 IBF 世界。 ライトフライ級王者のウィル・クリック・スピート対戦し、八回終了時、TKO 勝ちで三度目の防衛に成功した。二千七年五月十九日、元 WBC ミニマム級王者のホセ・アントニオアギーレと戦い、九回 TKO 勝利で四度目の防衛に成功した。二千七年八月四日、五度目の防衛戦に、ロデル・マイオールを迎え撃ち、八回 TKO 勝利で五度目の、 防衛に成功した。その後小勝利で6度目の防衛に成功したソリスは7度目の防衛戦の相手に、ノニトドネアのアニグレンドネアと対戦し、3者ともにフルマークがつく、圧勝で7度目の防衛に成功した。2008年11月2日、アグアスカリエンテス州、アグアスカリエンテスのラフェリアでサンマルコスで、ネリスエスピノサニさから0の判定勝ちで8度目の防衛に成功した。 2009年4月19日、フィリピンメトロマニラケソンのアラネタコロシアムで、ブライアン・ウィロリアに11回2分56秒後負けを、喫死9度目の防衛に失敗、王座から陥落した。2010年7月3日、アメリカ合衆国、ネバダ州、リノのグランドシエラリゾートで、エリック・オルティスと4年3ヶ月ぶりに再戦し、3から0の判定勝ちを収めた。 2010年12月18日、アルゼンチンブエノスアイレス州、マルデルプラタのクルブアトレティコオンセウニドスで、ルイス・アルベルト・ラサルテが持つ IBF 世界、ライトフライ級王座に王座帰り先を目指し挑戦するも、0から1の判定で引き分けたため、王座帰り先に失敗した。二千十一年四月三十日、アルゼンチンブエノスアイレス州、マルデルプラタのクルブアトレティコオンセウニドスで、 ルイス・アルベルト・ラサルテと再戦し、3から0の判定勝ちを収め、王座に帰り咲きに成功した。2011年7月23日、留守中にグアダラハラの自宅に泥棒が入り自身が所持するベルトが盗難に遭うという被害にあった。2011年8月27日、ハリスコ州グアダラハラのアウディトリオベニート・フアレスで、ジェザー・オリバーと IBF 世界ライトフライ級王座に決めの初、防衛戦を観光し、12回対戦判定勝ちを収め、初防衛に成功した。2011年10月25日、WBC 世界スーパーウェルター級王者、サウル・アルバレスと一緒にトレーニングしていたら、アルバレスに、俺のガールフレンドにちょっかいを出したと言われ何発か、殴られたため、ソリスは、 歯と顎を骨折し12月に予定されていた2度目の防衛戦の延期を余儀なくされたとのソリスの主張に、アルバレスは暴行現場にいたことは認めますが、兄弟はソリスを暴行したのであって、自分は手を出していないと反論。結果的にソリスは長期休養に入り、暫定王者、ジョンリル・カシメロを誕生させることにつながった。2012年7月31日。 復帰戦を行うメドが立たないことから、IBF 世界ライトフライ級王座を剥奪された。原料区を理由に、フライ級に転向した。2012年11月3日、ヘッスイリベとフライ級のテスト戦を行い、2回と7回に、ボディショットでダウンを奪い、7回小勝を収めテスト戦を、クリアした。2013年3月9日、エドガル捜査と3度目となる対戦で、 操作が持つ WBC フライ級シルバー王座に挑戦するも2回に強烈な左カウンターをくらい大の字となり、レフリーが10カウントし、立てなかったため試合がストップ2回2分12秒こまけで、かつての雪辱を許す形となった。ちなみにこの試合の勝者は、いがらしとしゆきとの挑戦権も同時にかけられていたため、事実上の指名挑戦者決定戦として行われており、 結果操作が五十嵐への挑戦権を獲得した。ありがとうございます。